夏休みも残りわずかとなったこの日、県内から小学生が集まりました。取り組むのは日本財団と BBT が連携して作成した海の学習帳に基づいて、富山湾に関わるさまざまな謎について子どもたちが取材を通して学ぼうという取り組みです。この日はまず江戸時代に北前船で栄えた海鮮問屋森家を訪れ、どのような物資のやり取りがあったのかなどについて説明を受けました。主にですね、越中富山のおいしいお米北海道を持ってきました。帰りがね、昆布、ニシン、ニシン肥料、ハンセンです。売ったり買ったり、買ったり売ったりしながらですね、売買と儲けたから売船。この船は何に乗ったんですか？はい、戦国船で乗り組みは13名です。航海で一番大変だったことなんです、うん、あのね、こういう小さなあの船はね、あのね、沖合は走れないのね。浜津台に行くしかなかったの。簡単に言うと浜津台。この後、子どもたちは滑川漁港から遊覧船に乗って富山湾クルーズを楽しみました。あそこが、いつも春先になるとホタルイカの定置網が仕掛けてある場所です。そしてアメリカの代名詞ホタルイカが光る謎についても迫りました。身の危険を感じて、相手をびっくりさせてやろう、驚かしてやるんじゃないかということで強く光る。魚津市ではベニズワイガニ漁について実際に漁師さんから説明を受けたり、漁船に乗せてもらったりして、丸一日富山湾の魅力を存分に肌で感じていました。いろいろな新しいことを知ってとても楽しかったです。富山湾とかの魚がたくさん見れて楽しかった。クルージングがなんか時速40キロに船でしたら速く感じてとても面白かったです。海と日本。